よし、ここまでお遊びはいい加減にしろってとこを見せてやる。さあ来やがれ。こいつやるじゃないか。やるな。あとの勝負はこれからだ。だが以前のようにはいかんぞ。ではそろそろお前たちの望み通りお遊びが終わるとするか。ベジータ、俺にやらせてくれ。一瞬で片付けてくれ。好きにするがいい。さて、どいつから片付けてやるかな。俺がサイヤ人。いや、俺がまだ見てくだと。地球をなめるなよ。まだまだやれる。俺だってちゃんと修行はしてきたんだ。ネック星人だってよ、一匹はそこじゃハエみたいなもんだぜ。ハエみたいなもんかどうか見てみやれ。こいつどこにこんな力を隠していた。おお、楽しんでみようぜ。こいつどこにこんな力を隠していた。来なくて面白くないんだ。
のは聞いたぞ。24じゃねえか。オラも負けてらんねえ。分かっちゃいねえようだな。しょうがねえな。体ぶっ壊れても死ぬよかいや。海王拳を三米まで上げるしかねえ。体持ってくれよ。三米海王拳だ。修行が足りなかったみてえだ。まったく大したやつだぜ貴様は。
いいか、俺の足を引っ張るんじゃないぞ。同じ最悪人なら分かっている。俺に盾つくとどうなるとはな。楽しませてくれるのか。やっとくかな。てめえなんかこのナッパ様に勝てるわけがない。Yeah!
関係ねえってことよ。もういい、やってろ。腕がしびれる。しまうとはな。俺たちの他に最悪の生き残りがいたんだ。いや、兄に逆らっていいのか。逆らっとよ。ほら、地球で育った孫悟空だ。ならさっさとかかってくる。遠慮はいらんぞ。嫌だが、大猿に変身してぶっ潰してやる。
この俺様の大猿は半端な強さじゃないぞ。どうだ、これで貴様はもう終わりだ。ことがあってたまるか。よし、いいぞ。その調子で精進を続けるんだ。ようこそ。
ってるか。このエリアにキャバクラほどのパワーが隠れる。油断しすぎたか。昔から気に食わなかったんだよ。汚い息を吐くな。ゴミが。このグルド様がこの程度の相手に支援するとは。手に入れたドラゴンボールをタイムマシンに持って帰ってください。ドラゴンボールを転送しました。残りのドラゴンボールを集めてきてください。残りのドラゴンボールもあと少しです。頑張ってください。この、うわぁ！
俺が相手するまでもなかった。新たなドラゴンボールの反応が見つかりました。探してきてください。お命頂戴。サイヤ人をなめるなよ。よし、いいぞ。その調子で精進を続けるんだ。